こんにちは、シュウです。今回は一度きりチャレンジやっていこうかなと思います。これ結構前に来てたやつなんだけど、やってなくて今回やります。今日最終日なんだよね。で、これフレンドの継承がキリンです。はい、やってきます。やべ、つまらないボケしようと思ったらやべ、余計なことしたな。私モノマネ下手なんだよね、マジでマジで下手なんだよ。いや、モノマネ上手いとさ、なんか人生得じゃない？何する場面でもモノマネ最初やっとくとさ、あれじゃないですか、なんかあるよね、こう心をぐっと引きつけるよね、この最初の第一印象みたいな、なんかモノマネとか一発ギャグみたいな。いや、モノマネ私何もできないんだよな、ちょっとショックだな。今のキリンですもんね、自分の中ではクオリティ高いはずなんだけど、前コメントで言われたら下手ですねって。くそー、オッケー、ナイス。もっと低い声でやればいけんのかな。キリンです。シュです。いや、もうやめよう、これやめよう、なんかあんまり良くない。うん、いいね、オッケー。いや、私ね、いつもこの一度きりチャレンジ的なの来た瞬間やるんだけど、やんないんだよね、やんないんだよねっていうか、やんなかったんだよ、なんか珍しいよね。で、これアルジェン使っちゃおうか。あ、一応ナルカミユのリーダースキルだけ確認しようか。光属性 HP 攻撃に前で6操作2秒延長、光を6個以上つなげて消すと5倍。はい、で、アルジェン使おう。あ、さっきあれ見てたわ、録画してた、なんだっけ、定位置の、なんだっけ、なんだっけ、定位置の国、そうかな、合ってる、なんか前テレビでやってたじゃないですか、あれ録画してたんだよね。で、ちょ、光温存したい、見てたわ。オッケー、ナイス。あ、やべ、落としになってる、光まだ全部見れてないんだよね。これエスカマリとか落ちやすいの入れてもよかったな。おお、すげえ、根性ない。あれ、根性ない。あ、なるほどね、根性やめたのか。あいつ名前なんて言うんだろう、あの今の3体で。ここパイモン使うか。あ、で、この子ね、あの北斗の剣心コラボのやつで2ターン遅延プラス覚醒バインド2ターン回復で、結構遅延とね覚醒回復できるっていうすごいいいモンスターなんだよね。なんで入れてる。本当はアラジン入れてたんだけど、ここ同キャラ禁止らしいんだよね。なんでアラジン2体目っていうのが入れれなくて、結構適当消しだけど、こんなんでいいんじゃないかな。多分そんな難易度的には難しくないんじゃないかな。うわ、すげえ、あと1個光足りないな、さっきから。これ何もらえるんだろうね、報酬で。なんかプラスとかもらえるのかな。1回呼ぼうか、光。1回光呼びます。1,2,3,4,5 個しかないもんね。これ上1列をなんか変にしてきたわけ。で、回復も処理しちゃった。そう、HP がね、めっちゃ高いんだよ。なんで回復はある程度なくても全然生きていける。はい。いいね、いいね、いいね。で、多分7コンボ出せないんじゃないかな。落ち込みに任せよう。落ち込み任せでいきます。よいしょよいしょ、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 よいしょ。あ、でもあるんじゃない、これ盤面に色。なんかありそうだよね。1,2,3,4。OK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 、ナイスナイスナイス。最近ね、私のコメント欄で、あれをもらうことがたまにあって、実写やってくださいって。あ、私、実写チャンネル編んでるんですよ。あの、概要欄にリンク貼っておくんで、もしよかったら見てください。実写チャンネルやってて、なんかたまにね、実写をサブっていう人いるんだけど、サブじゃないんですよ。ゲーム実況とメインなんだよね。メインだけど、実写は、あんまり出せないんだよね。結構出してくださいっていう意見もあるんだけど、3ヶ月ね1本ぐらいが私の中で限界なんですよ。更新頻度上げて2ヶ月に1本とかにしようと思うんだけど、やっぱ3ヶ月に1本ぐらいが私の中で限界なんですよね。なんでちょっと次出すの6月だと思いますんで、よろしくお願いします。 OK、 いいんじゃない。やっぱさ、ナルカミユ烈炎星の方がいいのかな。結構泥強染めなんだよね。どうなんでしょう。でもなんか、おわおわと思ったけど、さすがに16枚以上のダメージしてきたり引くわ。こんななんか優しい顔してきてね、16枚以上のダメージ来たらもうやれ、あれだよ、あれ、あれです。オッケー、ナイス。あるね、色。でもダメージでかいんだよね、こいつら基本的に。キングフレイム、うーわうわ、すげえすげえ。お前下手だな、よく光を消さなかったね今。よいしょ。あー、すごい盤面があれだな。あ、でもいいね、盤面最大近いんじゃないこれ。光あれだけど、1,2,3,4,7コンボ欲しい。 OK、 7あればいけるでしょ。あ、でも逆に71体しかいってなかったね今。アラジンしか貫通してなかった。やっぱ硬えなこいつら。うわ、久しぶりにソニア見た。あ、なんかさ、このヒソニアっていうのかな、赤ソニアか、赤ソニアだけ動かないよね、まあ、こいつはもうフェスゲンじゃないからか。緑ソニアとか動くから、こいつもね動いてほしい。っていうかこいつのさ、いや、こいつって言い方よくないな。この方のさ、人気すごい高かったよね、昔。緑ソニー、私、緑ソニー使ってたんだよね。懐かしいな。こわ。なんだこいつ。飛球種はいないんで、OK。あ、でも火作ってきたな、多分。いやー、そうだね、光やってきた。緑ソニーのいいところはさ、結構誰でも使えるってところよかったね。それで私使ってたもん。誰でも使えるっていうのと、
あとね、赤ソニアと緑どっちか持ってればフレンドで借りれば緑ソニーできるっていうね。わ、懐かしいな緑ソニー。でしかも赤ソニアがあれなんですよ、なんか今強いモンスターって結構フェスゲン、あ、今フェスゲン6しかねだったんだけど、昔フェスゲン5で結構簡単に出やすかったみたいなとこもあったんだよね。なんで本当に簡単に緑ソニーっていうのが結構敷居っていうのかな、低くて誰でも使えたんですよ。で私もすげえ使ったから懐かしいな。もうソニア動かないのかな、もうっていうか一回も赤ソニア動いてないんだけど、動けないし、いいよ。でももう緑ソニー自体は多分帰ってこないんでしょうね。これフレンド何継承だろう。あ、キリン、あ、そうか、自分でキリンのギャグやってたの、そういえば。キリンです。使って、75% 軽減の上からいけるかな、なんかできない気がすんな。できれば倒してほしい。倒せ。あ、すげえ、キリンって1コンボプラスあるんだ。いいね、いい落ち込ん。75% 軽減の上からいってほしい。オッケー、てかまた1個光ないな。うわぁ、こいつ嫌なんだよな。こいつすげえ嫌いだわ。ちょっと光もらおうか。光もらいます。あ、いただきました。あ、やべ、いただきました。こいつ来ちゃうとね、どうしてもコンボが難しいんだよな。うわぁ、ちょっと待って、下手だね。うわ、すげえ時間あるのに。もったいね。ただ回復だけ落とせた。いや、いけるこれ。ただこいつ柔らかいんだよ、結構。あー、やっちゃった、カット。そう、属性吸収こうなってきちゃうんだよね。カットします。よし、終わったんでいきまーす。この子割合してきたんだよ。なんでちょっとだけね、ダメージ食らっちゃったんだけど、まあ問題なく。あ、いいね。あ、火だけもうちょい組めたけど、まあいいか。これで落とせるはず。さっきね、ゲーム探してたんだよ。なんか単発やろうかなと思って。そしたらポケモンの金バージョンがあって、うわ、やりてーと思った。ポケモンってさ、あれすごい知識いるよね。危ねえ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 、ポケモンってさ、すごい知識いるよね。めちゃめちゃいらない。なんか、ポケモンって一見さ、例えば、何歳だろう、75歳ぐらいのばあちゃんにさ、ポケモンって知ってるって、あ、子供がやりやすいでしょみたいなこと言うかもしれないけど、あれすごい難しくない？あの、敵の属性じゃなくて、いろいろ覚えたり。ポケモンってね、ああいうのこそなんか大人がやるゲームじゃないかなと思って、難しいよね、やりたいんだけど。なんでなんかあんまりね、こう素人が手を出すとね、なんか怒られはしないかもしれないけど、ここだろうみたいなね。なんかポケモンはちょっとハードルが高いんだよ。なんか昔スイッチでも出るみたいな話題あった気がするんだよね。今年もしかしたら出んのかな、ポケモンスイッチで新作版。あ、いいね、いったんじゃないかなこれ。危ねえな、ベルゼブブ。ちょ、6体勢60パーあんだけどな。まあまあまあ、結果オーライでしょう。わ、パイモン使って、でもこれ絶対8コンボ出ないよな。落ち込みに任せよう。これ盤面上列組んで8は可能っちゃ可能なのか。いやー厳しいね。これは厳しい。あ、指投げ。お願い、落ち込み2つ。あと1個。オッケー、ナイス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 。いやでもこっから指の延長の暴力で割といける。てか元々このパーティーリーダフレで4秒延長。で、元々5秒あって9秒パズルなんだよね。なんでめちゃめちゃパズルに余裕ある。あー、どうしよう。一応、わあ、ナイスナイス、誰だろう。あ、すげえ、キリンの、キリンです。の、サングラス1個役立った。どうしよう。これ自分何継承だ？サマーソルトか。サマーソルト打っちゃおうか。なんかサマーソルトを使う場面がない気がする。あ、でも一回振っといた方がよかったかな。はい。オッケー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 。ここでもう一旦耐久して、で、次で起こそう。うん、毒あるからね。やっぱ毒って強いよね、パズドラにおいて。結構昔からあるスキルだけど、本当に毒の優秀さがやばい。いや、こんな光消さなくていいかな。ちょっとだけ残しとこうか、光。こんな消さなくていい気がする。うん、いいんじゃない？ 1 列でいけるでしょ。OK、いいね。7コンボ乗ってほしかったけど、乗ってくれた。うん。これ何回だろう？結構もう後半まで来てんじゃないかな。14回とか。あ、おお、すげえ、もう惜しいな。いやー、毒弾いてください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 。うわ、下手くそー。これ死ぬかな。いや、アラシンがやばいね。アラシンなかったらもうとっくの昔に負けてるわ。あ、イベンチョ今奪っちゃったかな。まあいいや、でもアラシンしか今選択肢がなかったな。こんな消さなくていい気もするけど、まあいいか。はい。
いいね、毒の列も決まってます。 OK。 うわっ、ガーザパー、待って待って待って、うわー、危ねえ、うわー、しか、おい、やべえ、キリンが強い。負ける。どうしよう。お、きた、危ねえ危ねえ、こいつ強っ。これフレンドの選択大事だね、これマジで助かってる。さすがにここまで、いやでも一応光ちょっと、いや大丈夫だな、さすがにこれで光そんな消さないで。危ねえ、めちゃめちゃこのダンジョン難しいな。うん、で9万、意外と HP 少ないように見えて9万あるからね。だからヘラー出ても大丈夫でしょ。おお、すげえ、なんで防御弦になってる。あ、消えた。わ、いいね、光残すのか。どうしよう、無理やり持ってきて、うん、お、うまい、め、あー、でもお邪魔残んな、これだと。こうして、こや、こうか、完璧だね、完璧で倒せたはず。うわ、いいね、なんか初めてかもしれない、こいつワンパンで沈める。なんかいつもお邪魔作られて何もできず終わる、まずそれが普通なんだけど。うわー、すげえ、このシリーズ続くな、もしかしたら。あ、はじけはじけ、いや、さすがにね、逆に弾きすぎてたみたいなとこあるね。で、ここは倍率決めに行こうかなと思ったんだけど、なんか余計なことやってやられるの嫌なんで普通に。で、今ロックで1個爆弾あれだったね。なんでこれで、うん、全部消えてるはず。 OK。 で、光多かったから、あー、光あるかな、6個。あー、すげえ、 めっちゃある。 1,2,3,1,2,3。 タッコ消ししようか、 75% 減塩してきたから。で、嵐に帰ってきてほしいな。嵐今帰ってきてるかな、ちょっと見る余裕ねえや。はい、嵐に帰ってきてないね。あ、でもあと2ターンか。もう1回毒来たらやべえんだよな。いける？全然いける。で、18回。うわぁ、リダチェンだったはず。どうしよう。2ターンか。ファイモン使うか。ファイモン使って、ファイモンの粘菌大爆発ね。ここは、なんか一瞬倒しに行こうかなと思ったけど、無難に。4つ消しのあれ使って回復していい。こうか、これで光落として、待って、倍率出たんだけど、変なの。いや、マジかよ、なんだよその落ち込み、なんだよそれ。いや、よかった、まるで。あ、ここで威嚇使うか、多分ボス威嚇取んねえだろ、あぶねえ。わあ、こいつしかも毒の海やってくんじゃん、あぶねえ。どうしよう、6、いやー、使おうか、これ使って、で闇処理していこう。あぶねえ、なんだよさっきの落ち込ん。うん、いいんじゃない、これで。こいつ意外と硬かった記憶あるんだよね。全力でいくけど、どうだろう、闇落ち込んでも、闇落ち込んなければいけるな多分。お、すげえいい盤面、すげえいい盤面。いい、スペシャルいい余裕だね。はい、ボス来ました。な、待って、お前コンボ吸収のやつじゃん、マジかよ。あっ、すげえ、飛行いる、飛行、あぶね、飛行の2コンボ加算ある、これはでかい。何コンボ盤面だ、1 2 2 2 3 3 4 5 6 7、コンボ盤面か。それなら回復全部処理して次の盤面期待しようか。はい、何コンボ盤面だ、1 2 3 4 5 6 7 8か。8ならヒコ使うか、ヒコのコンボ傘。いや、ヒコでけえな、ここでのヒコはでかすぎる。いや、これ引っ越いなかったら負けてたな、絶対。まあ、落ち込まれば負けてないんだけど。いや、引っ越でけえな、これの引っ越はでけえ。はい。てか、こいつ強すぎじゃね？あ、まあ、落ち込んだから結果論で言うと使わなくてよかったんだけど。ナイス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 。で、どこで無効貫通決めよう。ドロップフレッシュ、フラッシュ。で、光以外消そう。光以外、回復は取っとくか。回復取っといて。アラジンで変換できるもんね、回復。はい、いいんじゃない？いいよね、いいよね、すごい。あ、でもロックあるから消していいのか。
そうだね、ロックあるから嵐の変換はできない。いやー全然出てこないな。ドロップバインド、はじけ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 、全然 OK 全然 OK。 木木木、どっちも木と木なんだけど、木 OKOKOK、 これで全部暗闇開けてなって次で勝負しよう、次で決めに行こう。いやしかし出てこないな。これは爆弾処理しといた方がなんだよな。やばいっす、ベラボーやばいっす。鳴神優で爆弾消してくれること祈ろう。いけ鳴神優。大丈夫これ。いや待って、これミリ残しで負ける未来が見えるけど大丈夫これ。あっ、いけくれ、いってくれ、1個、いけ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 、やったやった。あぶねあぶね、余裕だね。はい、余裕でした。あ、これ報酬何なんだろう。なんか1回メールで引けるの来てんのかなと思ったけど、別に何もないんだね。はい、終わります、バイバイ。